皆さんこんにちは。こんにちは。今週もやってまいりました。なんだ J リーグをなんちゃらなんちゃら何にしますか。まあまだね、プレビューですよね。こう週末の J リーグを展望するっていうことですね、うん、そうですね。まだね番組タイトルもちゃんと決まってないんでね。あ、そっか。なんか皆さんと一緒に決めたいですね。あ、この番組ね。いいですね。なんか提案していただいたりとかして、うん、なんかいい感じでコメントとかいただきながらね。はい、じゃあ今週も頑張っていきましょう。まず遠藤さんお願いします。お願いします。さあ今週も結構いろいろまずねサッカー界のニュースがありましたね。まずは日本代表からいきましょうよ。はい、これはまた2回目のアギーレジャパンですね、うん、キーパーから言うと川島、西川、権田選手がワールドカップ以来の選出で、あれ前回は誰だったんですか。林明宏選手。あ、そうだ、そう、はい、そうだそうだ。今回そうですね、この前の試合出れなかったですけども、うん、まあ、J リーグのパフォーマンスいいですからね、権田は。なるほど。権ちゃん今年、うんうん、でディフェンダーが全部いっちゃうと水本、長友、太田康介、うん、西大吾、うん、吉田麻也、塩谷司、酒、うん、井豪徳、庄司源、うん、でミッドフィルダー細貝、森重、田中純也、うん、香川、森岡、柴崎岳で、フォワードが岡崎、本田圭佑、ハフナーマイク、小林優、柿谷、武藤義則、この23人です。なるほど。これって何戦があるんでしたっけ。はい、10月10日に新潟でジャマイカ戦、10月14日にシンガポールでブラジル戦があると。この2試合に向けたメンバーです。なるほど。僕ね、そもそも思うんですけど、はい、この時期の代表戦ってどういう意味合いがあるんですか。まず、はい、2つの意味合いがあると思います、はいはい、アギーレジャパン、まあ、監督もまだ来てそうそう間もないですし、うん、選手を選考していく、うん、格が誰なのかっていうのを決めていくっていう意味合い。もう一つが1月、来年1月に開催されるオーストラリアでのアジアカップに向けた強化、この2つの意味合いがあると思いますね。なるほどね。でもこの時期にブラジルとやるって結構おもろいですね。ちょっとこの前ウルグアイで今度ブラジルですから、はい、しかも今回シンガポール、日本ではないところでやりますので、どうなるか。これブラジルは何をモチベーションにやってくるんですか。なんか大会とかあるんですか、ブラジルは。そんなないです。アジアツアーですね、の一環としてきます。なるほどね。ですから、まあ、とはいえ、まあ、ブラジル代表って結構セレソンへ の、うん、この気持ちが強いですから、カナリア色のユニフォームを着たら負けられない、うん、やんなきゃいけないっていうモチベーションあるでしょうね。なるほどね。なんか僕協会の人間じゃないですけど、なんかヨーロッパのチームとかやってほしかったですね。この前南米だったじゃないですか、うん、そうですね。でヨーロッパってユーロとかの予選とかやってるんですよね。だからそっちの国の方がなんかいろいろテストの意味とかあったんじゃないかなとか思いますけどね。そう思いますね。まあそうもいかない、いろんな事情とかあるんでしょうけど、まあおそらくですけど、はい、日本って結構ヨーロッパ系のチームと相性いいんですよね、うん。2010年のワールドカップで言っても、はいはい、デンマークに勝ったりとか、まあ、親善試合であってもイングランドに勝ったりとかしたこともありますし、うん、ただやっぱ南米とかアフリカ系、うん、中南米にちょっと弱い気がすると。なるほど、ね、ということで強化してるって意味合いもあるみたいですね、はいはい、これ10月10日って何曜日ですか。曜日で知りたい。なんかあんまり日付だけポンって言われてもなかなか分かりにくいじゃないですか。金曜日です。金曜日、はい、14は金曜日、14が月曜日。僕ね、火曜日金曜、火曜日ですよね。いや見たいな、普通に。いや面白そうですよね。見たい。またね、メンバーが面白いじゃないですか。さっきも言ったように なんか新戦力がね、はい、J リーグを中心に5名。そうですね、 J リーグから5名。今回の紙面でも取り上げました。各記者さんに彼らの現在っていうのをしっかり取り上げてもらったんですけど、ちょっと一面からちょっと取り上げましょう。わかりました。そうですね、まあ、1、2、3と今回は来てます、うん、いや中でも注目は誰なのかな。あ、個人的な注目言っていいですか、うん、言ってくださいよ。僕は太田康介選手ですね。なるほど。この下にいますけども、うん、まあ、僕サイドバックですよね。そうですね、去年、うん、FC 東京担当だって結構、うんうん、知ってるっていうのもあるんですけど、うん、左利きの左サイドバックってアレックス選手以外いなかった、うん、確かに。まあ、長友選手という本当の格がいますけど、まあ、長友選手右も、まあ、サイドできるかなと、うん、昔からなんか、まあ、世界的に見て左サイドバックってなかなかいないポジションじゃないですか。そうですね、うん、で日本で言ったら津波さんとかやっぱ相馬直樹とかもずっとやっぱり利き足は右ですからね、はい、そうですそうです、うん、
みんなそういう選手たちも左足をこう磨いてきて、うんうん、ああやって代表選手になってますなったって聞いたことありますけど、太田光介選手はもうナチュラルボーンの左足で、フリーキックも正確ですから、今非常に守備も攻撃もいいですし、期待したいなと思って。ナチュラルボーンの左足ですからね。そうですよ、もともと左ですから。でも僕ね、結構やっぱり現代のサッカーって本当はサイドバック大事だと思うんですよ。中でも太田選手のクロス、あの蹴り方とか、なんかあの腰入れたこういう蹴り方とかはね、やっぱね、フォワードの人とか合わせやすいんじゃないかな、うん、だから今回ハーフナー選手とかも入ってるじゃないですか、はい、ああいう選手をね、うまく活用というか使ってほしいですよね。カズエンドさん、はいはい、ハーフナー選手とは組んでるんです、太田選手。あ、そうなんですか。同じ世代で、調子乗り世代で、はい、ワールドユースでも一緒にやってるっていうこともありますから、あとね、僕気になったのは、そのフォワードの選手が小林優選手だけで、はい、うん、あとみんな後ろの選手じゃないですか。そうですね。これってなんかあるんですかね。前の人はもうある程度何人か候補がいて、そこから使っていくっていう感じなんで、海外組が多いっていうのも一つあるかもしれないですね、うん、前の選手は、今回のハーフナーマイク選手しっかり、大迫選手とか、うん、まあ、柿谷選手もそうですけど、前の選手が多いです。後ろの選手なかなか海外組いないですから、うん、これは J から発掘するべきポジションの選手なのかもしれないですね。なるほどね。これ庄司選手って何歳ですか。庄司はまだ今すぐ見ますね。今回のアジアカップのメンバーには21、選ばれない年。そうですね、選ばれない年です。92年生生まれなので、うんうん、選ばれないです。21歳。はい。吉田麻也選手は初めて代表入ったのっていくつですか。あ、このぐらいの年だったと思いますね。なるほどね。まあ、だからやっぱり期待ですよね、うん、今鹿島の剣士を支えてますし、うん、非常にこう成長して著しい選手でもあると、うん、またなんかいいのは、鹿島の下から上がってきてる選手じゃないですか。なんかそういうのもね、僕ちょっと、まあ、共感できるというか、頑張ってほしいなと思います。そうですね、もう生え抜きですよね、うん、まあ、ガンバのジュニアユースだったんですけども、なので宇佐美選手とずっとやってたんです、うん、あ、そうなんですね、はい、宇佐美選手ももう、あいつが入ってくれるって嬉しいなみたいなコメントを、これも楽しみです。そんなコメントもあるんですね、うん、あとやっぱ鹿島からはね、西選手も選ばれたとか、はい、西選手が代表、昔もなんか呼ばれてましたよ ね、うん、あれ誰が監督の時ですか。は、あ、ザケロニの、ザケロニですか、はい、あ、本当にサイドバックの太田康介選手しかり、まあ、西選手、まあ、塩谷選手も右できると思うんですけども、うん、組み立てに参加できるというか、なるほど、まあ、前回ちょっと酒井宏樹選手とかがなかなかこうビルドアップのところで引っかかってるところもあったので、違いが出せるんじゃないかなという気がしますね。なるほどね、まあ、今回の、ね、一面がこういうことでね、はい、もうちょっと僕ね、しっかり読みたいなと思う。大体僕、私結構ね、見るときはパーッと流し読みして見たいなって思う記事をしっかり読むって感じだったんですけど、あ、そうなんですね、うん、ちょっと今回ちゃんと楽しみに、ぜひ僕ね、この寺島編集長のこの最初のところが、ね、結構好きです、ね、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。すごい、必ず読むようにしてます。あ、悩んで書いてますよ、はい、そうですよね。これ文字数どのぐらいあるんですか。結構ありますよね。まあまああるんじゃないですかね。まあ700、800ぐらいあるかもしれないですね。なるほどね、うん、800文字ぐらいをね、起こすって大変ですからね。皆さんもね、ぜひちょっと一生懸命大変な苦労 して書いてるってところらしいですから、ちゃんと読んであげてください。お願いします。代表こんな感じですか。そうですね、代表は、うん、まあ、本当にここでどうチャンスを掴んでくれるのかっていうのが一つ、うん、楽しみなところなので期待したいですね。なんか武藤選手また結果出しそうな感じするな。彼すごいじゃないですか今。いや、すごい。 J リーグでも点取ってるしね、うん、風井さんどの辺がすごいと思います。僕は、はい、まずあの姿勢が素晴らしいと思うんですよ。あ、確かにピシッとなってますよね、うん、そうそうそう。やっぱりね、僕姿勢悪い方なんで、やっぱドリブルもちゃんとできなかったですし、シュートとかパスの時に、ね、やっぱり周りが見えてない選手だったと思うんで、やっぱね、この姿勢はね、すごいなと思います。まあ、視野が広がるっていう意味ですよね、はい、あとやっぱちゃんと結果出してるっていうのがね、やっぱ今の自信もなってるでしょうしね、シュートのテクニックがある、シュートを当てるテクニックがあるっていうふうに、はい、解説員の尾身さんが、話されてたんですけど、はいはいはい、確かに結構ミートするんですよね。で、落ち着いてるし、ゴール前でしっかり決定力があるっていうのは、そういうところに、秘密が隠されてるのかもしれないですね。あと両足蹴れますよね。結構蹴れますね、うん、はい、だって代表で見せたあの左の足のゴールはね、あれは素晴らしいですよ。いやー、なかなかできないですよね。楽しみ。なんかブラジル戦点取りそうだな。そしたら面白いですね。ブラジル戦点取りそうだな。この世界に
飛び出ていきそうな感じで、ね、なんかネイマールあたりにお前ちょっと本当に日本人かよとか言われて、でユニフォーム交換みたいな、なんか昔なんか中田がペルーザでデビューした時にダービッツになんか日本人かよって言われたみたいな感じになってほしいな、うんうんうん、いいっすね、うん、そういう希望がありますね、はい。あとやっぱりなんか人間的にもなんか、ね、あのインタビューとか聞いてるとね、快活でシャキシャキしてますよね、うん、あれは素晴らしい、うん、高青年です、うん、僕はねやっぱり同じぐらいの年の時できなかったですよそうですか、ツンツンしてましたから本当ですか、まあ、彼も非常にねあの、うん、楽しみな選手でこれからグイッとくるんじゃないですかね、ですね。じゃあちょっと日本代表頑張れということで、はい、またねあのいつになるんだ、来週か再来週にその日本代表のことはちょっとお届けしたいと思います、うん、思います。続いて、はい、J リーグ、週末の J リーグ、ね、第27節、7節になります。本当ですか、間違いないです。そうですよね、27節。 J2 は何節、35です。5節、いやもう佳境ですよ、相当佳境ですね、はい、J1 でいうと残りが8試合、はい、中でも今回の見どころといったらもう外せない試合がありますね。ありますね、うん、これは2位鹿島対4位ガンバの一戦です、うん、これはね私ちょっと鹿島ファンなんですけどね、これはちょっと大変な試合になるよ本当にーホームだしね。そうですね、ホーム鹿島スタジアムでのガンバ戦です。これ僕ちょっとさっき見たんですけど、はい、ええ、なんか J1 の試合ではなかなかないなんか12時半キックオフ。そうですね、13、何があったんですか、これ。なんででしょうね、僕も、うん、まあ放送スカパーさんとかの兼ね合いもあると思います、はい、あの今回日曜日開催っていうのもあるのかなと。そっか、日曜日だ、帰りやすい、なるほど、ね、早めに会った方がやっぱり翌日仕事ある方は帰りやすいですし、はい、ありがたいのかもしれないですね。でもなんか日曜日はあいにくの雨予報らしいです。あ、そうなんですか、うん、僕もあの J3 の SC 相模原っていうところのねあの試合をちょっと見に行くんですけど、ちょっと雨だからやだなとか思って、ギヨンスタジアム、ギヨンスタジアム、あんまり屋根ないですからね僕ちゃんと屋根のところで見ます。あ、本当ですか今回そうですね、はい、ガンバと鹿島2位と4位の対決です、うん、どちらもかなり調子をずっと上げてきてるチームということで、この折れ線グラフを編集部に頑張って作りまして、デザイナーさんと共に作りました。かっこいい、まあ、これだけ勝ち点の、はい、勝ち点順位ですね、順位の変動グラフなんですけれども、特にガンバはもうかなり下、すごい上がってきてますね。そうですね、一時期16位からの急浮上。これ宇佐美選手の復帰ってどこら辺になるんですか。これ関わってます、もう持ちますよこっち。あ、いいですか、もうちょい見やすいようにこうしましょう。 ありがとうございます。宇佐美選手の、はい、復帰は、うん、ごめんなさい、はっきりとは言えませんがあ、でもこの宇佐美選手は復帰してからかな、上がってる。もうこれは宇佐美選手復帰してからの、うん、順位変動でもありますね、中断明けなので、うんうん、もうこれはもう明らかですよね、得点力が増した。これなんで代表入んなかったんですか、さっき代表のところでスルーしてましたけど、ね、僕は一つこう、はい、ポジション柄もあると思います。センターフォワードでは使いにくいっていうところ、うん、まあ、ハーフナーマイク選手、小林優選手、岡崎選手がセンターフォワードと見ると、うん、まあ本田選手であったりとか、まあ、岡崎選手も、まあ、柿谷選手も入ってくるっていうことでいうと、うん、なかなかちょっとその枠には入らなかったということなのかなという気がしています。なるほど、いやなんか僕は結構期待してるんで、アギーレさんは宇佐美にね、もうお前は選ぶよ、だけど、うんうんうん、今ここで選ぶんじゃないと、タイミングは違うよ、だからもっと頑張れって、なんかそういうね伝えてほしいっす、うん、メッセージがねこもってんじゃないかなと思って。だって明らかですもん、パフォーマンスだってすごいですよね。一番です、はい、うん、間違いなくこれだけシュートうまい日本人、うん、なかなかいないと思いますしね、うん、そうですよね。なんかあとシュートはあんま吹かさないイメージありますよね。確かに、うん、結構しっかりかぶせてですよ、ね、ミドルでもうまいですよね。はい、あのウサミドルって担当してるなどつけたんですけど本当にこう遠い距離からでも射抜く力があるなと思いますね、はい、なるほど。いやー今両チームの勝ち点は、勝ち点は、鹿島が49、ガンバが46ですので、これガンバが勝ったらひっくり返る可能性があると。得失点差も23と22で1差ですから、まあ、勝ったらひっくり返るでしょうね。前回の対戦ってどうだったんですか、そこまで乗ってないと。これはそうですね、そこまではごめんなさい、パッと出てこないでごめんなさい、あれなんですけれども、
いやでもちょっとこれ残り8節でしょ、はい、気になりますよね本当に。間違いないです。どちらが優勝争い、まあ、優勝に争いにこう関わってくる資格があるのかっていうのを決めるような試合にもなるかもしれないです。8試合だから3波24、最大で24変わってくるんだよね、はい、そうですね。これ頑張ってレッズ戦とかまだ残ってたりするんですか。ガンバは残ってます。残ってる、はい、ガンバ結構残ってるんじゃないですかね。ここで楽しみですよ。もしかしたらちょっとこれガンバ勝っちゃったら、はい、あるかもね、下手したら昇格1年後の、うん、優勝レイソルパターン、レイソルパターン、2011年のレイソルパターンがあるかもしれないですね。その時担当だったんですけど、はい、勢いがちょっと半端なかったですね、あの時は。なるほど、はい、いやちょっとこれはね楽しみですよ。僕ちょっと録画してみます。あ、そっか、録画し生でご覧になれないから絶対面白くなると思いますね。録画してみます。まあ、そうですね。なんかこういうね、ちょっと今の今日の鹿島のとかね、担当の田中茂さんにちょっと聞きたいですけどね、今日どうだったって鹿島、面白かったとかね、ちょっと聞いてみましょうよ。そういうのね、取り入れていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。シルさんも電話待ってるんじゃないですかね今か今かと。最近会ってないんでね、もう。あ、そうなんですね。はい、久しぶりにお会いしたいですね。うん、分かりました。他にはどんな試合があるんですか。はい、他には、うん、浦和、浦和、浦和、レッツは徳島と、最下位の徳島と試合があります。浦和はちょっと前回ね、前回の動画で僕らセレスト戦予想したじゃないですか。はい、そしたらセレストが 1-0 だったんですよね。そうですね。僕ちょっと 2-1 って予想してて、3-2 でしたまあセレスの勝つっていうのは合ってたということで、まあ、ただ浦和はこう取りこぼしてきた歴史がありますから、うん、そうですね、はい、下位のチームにここで相当気合が入ってるっていうのは練習場から伝わってくるみたいですね、うん、普段よりも、はいはい、気合が入ってるぐらいって言ってました、まあ、非常に、うん、江藤選手とか、うん、負傷から当ててくるような福本選手とか、うん、橋口選手とかいると気合が入ってるみたいです。浦和、あとは、あとは浦和以外で言うとあれですよ、セレッソと清水。そうですね、エスパルス・セレッソ、エスパルス・セレッソ、甲府・大宮と残留争いをかけた、うん、熱い戦いがあります、うん、これは甲府、清水・セレッソは勝ち点差が1しかないと。ない、まあ、今降格圏に沈んでいる清水ですけれども、ここで勝てばセレスを引きずり下ろすことがまたできると。これ結構詰まってるんですね。そうなんです。これ皆さんご存知ですか、エルゴラッソのこの一面の一番下見ると、はい、このようにね、あの勝ち点とかがねすぐに分かるようになってるんですよ。これ見るとね、12位名古屋、11位新潟もちょっと心配 ね、そうですね、ほっとはできないですよね、この順位ね、はい。まあ、ただ新潟は今節はフロンターレとホームでやるんですけども、フロンターレ戦にホームでは非常に相性がいいと、でラファエルシルバー、レオシルバーのダブルシルバーコンビで、相当攻守で効いているという話も聞いてますし、ただフロンターレの方は中盤で中村健吾選手をトップ下に、その下に大島選手と谷口選手っていうすごい技巧派の3人が揃う、面白い布陣になりそうなので、これも楽しみです。あの大島選手ってうまいね。うまいですね。うまいと思います。なんか常になんかスルーパス狙ってて、それをしっかり通す能力ありますよね。本当にうまい選手3人揃ってどうなるのかっていうのを、まず新潟はガンガンこうプレスかけてくると思うんでね。はい、他にもやっぱ甲府と大宮で言うと、まあ、甲府上福監督、大宮、渋谷監督、渋谷監督は2010年から甲府でコーチをずっと務めてこられた監督さんです。まあ、つまり師弟関係にあると、上福監督とは全てを知り尽くす渋谷監督が、うん、さあ甲府相手に何をするかっていうところも楽しみです。なるほどね。ちょっと、僕甲府担当だったこともあるんですけど、はいはい、渋谷さんめっちゃいい人なんですよ。すごくもう裏表ないですし、はいはい、でサッカーも大好きで研究熱心、非常に、楽しみですね、渋谷さんの今後も。ちょっとめっちゃ楽しみですね、今週も、はい。ちょっと J2 の話をちょっと最後にね、しましょう。J2 はなんかどんな試合があるんですか。ナナミさん勝ったじゃないですか。ナナミさん勝ちました、さすがですね。やっぱモチベーションの持っていき方がうまかったって言ってましたね。戦うっていう感じですね。そうそうそう、山口元さんから、パクったって言ってましたけど、でもそういう持っていき方がうまいですけど、
まあ、注目、エルグラス的注目の一戦という意味では、うん、ちょっと持ってきましょう、持ってきましょう。はい、ありがとうございます。横浜 FC 対松本を取り上げました。おう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 、取り上げました。去年横浜 FC 担当だったんですけど、おうおう、はい、そうですね、横浜 FC、最近ちょっと足踏みをしてるんですけれども、うん、ここで松本とホームで戦います。J1 プレーオフ昇格プレーオフ戦線に生き残るためにはこの2位松本を倒したいと、うん、松本は実は5試合勝ちがないという状態で、意外だな。だからこそジュビロからの追い上げを、ね、追い上げられているというところなので、まあなんと山口監督と曽根町監督は新潟時代に選手と監督との関係です、うん、フルーゲルス時代には同僚でしたから、この争いも見ものかなと。何がすごいって、この直樹さんのこのべしゃりがすごいですね。いやいや、引き出したくさんありますね。いや、まあただ僕も受け売りですけどね、読んでるから。いやでもこうやってね、エルゴラスをちゃんと読み続ければこうやって物知りになれる。そうですね、物知りって J リーグフリークに週末が楽しくなると思います。あ、はい、岩田は大分と、そうですね、湘南も優勝の可能性があります。あ、そっかそっか、J リーグ昇格決まったけど優勝はまだ決まってないんですよね。そうなんですね。いや、J2 もね、見逃せないですね。ちょっとベルディどこですか。僕ベルディちょっと心配なんだけど、頑張ってほしいな。熊本とですね、これは駒沢対決ですね、はい、うんうん、中吾選手、牧選手、中吾選手、この前点取りましたからね、はい、そうですね、うん、非常に楽しみかな。決勝点を前々節決めてますね、うん、ジェフ時代にも絡みのある2選手と感じですよね。得点争いとか、得点争いはちょっと大黒選手が抜けてて、この前もすごいゴール決めてましたね。なんかあれどこで蹴ったんだろう。あのなんか右足の、うん、甲のところに乗せてちょっとふわりと浮かせたって言ってましたね。いやちょっとでもね、どうですか J2 の方は。僕ね J2 は何人か親交のある選手とかもいたりして、はい、個人的には全チーム頑張ってほしい。結構いらっしゃるですね、はい、ただねやっぱり見なきゃいけない試合がねやっぱ多いんでね。あ、うん、そうなんですよね。どうしてもハイライトで我慢しちゃうとかね。お知り合い多いと一人挙げていただくと、ね、あ、今パッと見たこの岐阜の中村秀ですよ、ね、はい、あ、中村秀、はい、同い年なんですよ僕、はい、途中から入ったんですよね。そうですね、うん、で最近なんか外国人のディフェンス入ってきてちょっと出てなかったんですけど、ヘニキとか、あ、そんな感じの名前です。はい、そうですね、 J2 も楽しみです、うん、湘南はまあ愛媛に唯一、はい、あ、愛媛に負けてるんですけど、うん、唯一 J2 で未勝利の相手が愛媛ということで、うん、へ、全部のチームに勝って優勝を決めるみたいなモチベーションがあるみたいですね。なんか面白いですね、そういうのも。ちょっと、はい、ね、まあちょっとね、今週もねこういうことで、はい、J2、J1 両方ともね楽しみに見ていきましょう、はい、僕ちょっと喋りすぎましたかね、はい、全然大丈夫じゃない。もうなんか下のタイマーとかなくなっちゃってますけど。そうですね、はい、ちょっとね頑張って鹿島勝ってほしいな。鹿島、うん、まあ鹿島、そっか、どっちかです、うん、ね、引き分けよりはどっちか勝負ついてほしいです。そうですね、はい、ということでまたね来週も皆さんと熱いプレビューをしていきたいと思いますんで、またね見てください。よろしくお願いします。